富澤美希夫は、将棋騎士。山本楠雄八段門下。騎士番号は34。福島県生まれ。アマチュア名人戦の東北代表となり、機械への道を進む。1943年に四段となり、四年目に第一期順位戦が行われ、富澤は C 級で戦う。第四期 C 級高組順位戦で、5勝3敗の成績ながら、 東の9名中2くらいとなり、B 級へ昇級。第7期から B 級が2つに分割され、富沢は B 級2組に振り分けられる。1951年7月から病気休上し、その頃に、レンスケからミキオに改名する。休上は長引き、復帰は1958年であった。以降30年以上にわたって差し続けるが、 1992年度、1993年度を休場し、1994年に引退。山田道義、関根茂、宮坂幸夫と研究会を行い、将棋界の研究会の元祖の一人とされる。1998年1月10日、肺炎のため死去。去年77。古、記書や、五条将棋の寄付に精通し、 日本将棋連盟の古、基礎復刻事業で、編纂相談委員を務めた。矢倉、角代わり、か係が多い医師者等で、時折、中飛車も指した。タイブリ飛車で、富沢キックと呼ばれるポンポン、桂戦法で知られる。また、後にご機嫌中飛車と呼ばれる戦法を最初に指したのも、富沢と言われる。駒損をいとわない攻めを、 中盤戦から見せることがたびたびあった。初手に一六歩とついてから後手伝いの相掛かかりのようにする刺し方が見られた。ありがとうございます。